こんにちは、しばとです。今回は中古で3万円以下のエピフォンをレビューいたします。千葉管楽器でこちらのエピフォンのレスポールが24,800円、そしてこの SG が29,800円となっております。まあ、今回音ももちろんそうなんですけれども、まあ弾きやすさだったりですね、ポテンシャルの高さ的なところもですね、レビューできたらなと思っております。まずね、こちらの 24,800円のエピフォンのレスポール、90年代のものなんですけれども、なんとオールメイプルになっております。珍しいっすよね。でもね、軽いんですよ。 3.6kg 空いてますね。なのでエピフォンのライトっていうのをね、以前レビューしてるんですけど、まあそういった感じですよ。ちょっと軽めでくり抜かれていると。でネックもメイプルで、トップもメイプル、そしてバックもメイプル。ネックはね、スカーフジョイントになってますよ。これはね、90年代という風な感じですね。ペグはエピフォンのペグになっております。めちゃめちゃ軽いって感じがするんだけど、測るとね 3.6 あったんで、まあ、レスポールにしてはめっちゃ軽いという風な感じですね。まあ、順番的にレスポールのレビューをして、その後 SG 行きたいと思います。では生音いきます。うん、やっぱり軽いレスポールっていう感じの音ですよね。ちょっとパシャパシャ感、重厚感っていうよりはちょっとパシャパシャ感がありますけど、まあ悪くはないですよね。作り的にはですね、なんだろう、メイプルなんだけど、メイプルメイプルしてない、めっちゃネックが硬いかっていう感じでもないし、若干ね太めなんですけど、まあギブソンによくある形、まあ、フィット感はね非常にいいですよ。まあ、国産のなんかレスポールにちょっと似てる感じですかね。ではクリーンからいきましょうかね。まあ、思ったよりねなんか優しい。パワー系じゃないですね。でも、まあ、近年よくあるエピフォンのこもってるっていう風な感じのピックアップでもないんで、音作りはしやすそう。これフロントです。で、優しい感じっすよね。これミックス悪くないですね。まあ、割とオールマイティにいけんのかなというところでありますね。まあ、弾きやすさはね、出音のスピード感はやっぱギブソンと比べると全然なんですけれども、まあ 24,500 円、そう考えれば全然もう悪くないぐらいな感じかな。金物がね割としっかりしてるんですよね。ナットもしっかりしてるし、好みによるかもしんないですね。もうちょっと強めなピックアップだといいかもしんないですね。でちょっとオーバードライブ、優しい感じ、少しボリューム上げましょう。バイト感もある、うん、なんだろう、ちょっと気になるといえばやっぱり、ね、出力がちょっと弱い感じがする。だから出音が少し遅く感じるっていうのはあるかもしれないです。
まあでも音はねしっかりとレスポールらしさはあるんでコスパ良いんじゃないかなというとこさね。では続いて SG 行きましょうかね。ラージピックガードのね SG はちょっと僕初なんですけど、これ重いんですよ。さっきのレスポールが 3.6 で、これもね 3.5 以上 3.5 ちょいありました。ネックは先ほどのレスポールよりもちょっと太いかな、作りがしっかりしてる感じがします。でこれね特徴がボルトオンなんですよ。すごいね可愛いプレートが乗っかってるんですけれども、ボルトオンだけどスカーフジョイントではなさそうな感じですね。ペグはチャイナ製で1個だけ3弦だけ5等のが乗っかってます。で金物はしっかりしていて、ボディもネックもこれマホなのかな、これもねメイプルかもしんないですね。ちょっと定かではないです、申し訳ないです。まあ、印象としてはねネックがね非常にしっかりしていて、ローズウッドもねなんかすごくいい感じなんですよね。じゃあまずはね生音からいきましょうかね。まあ、レスポールよりはね重心が低くてパワーがありそうな感じ。まあ、ネックがしっかりしているのとボディが重いので重心がこう低く感じるというかちょっとワイルド感がありますね。ではクリーンからいきましょう。おお、単純に出力がレスポールより強い、パワーがあって、でも結構きらびやかでネックはすごくいい感じ。フロント、おー、いいですよね。うん、ここちょっとスプレー塗っときましょう。まあ、さっきのレスポールより、ね、しっかりしてますね。まあ、値段が 29,800円というところで5,000円ほどねレスポールより高いんですけど、しっかりしてますね。断然弾きやすさだったりとかサウンドはこの SG の方がいいっす。雰囲気もなんかね、うん、で歪ましてみましょうかね。あー、レスポールよりは断然いいな。臭が出てますよね。こっちの方がなんかしっかりギターだなっていう感じしますよね。フロント、いいっすね、SG かっこいい。まあ、でもこれピックアップはいいっすね。なんか違うのが乗っかってんのかな。これはね非常にいい感じがします。ちょっとこのねオービルに似てるんですよね。ちょっとオービル鳴らしてみましょうか。もしやオービルと同等な感じのピックアップだったりして、まあ、オービルはね高騰してますからね、10万ぐらいまで上がってるんで、まあ、それと同様なねピックアップが乗っかってたとしたらかなりお得な。あ、これは優等生、ギュッとまとまった感じはしますけれども、それはねこのねラージピックガードとかのねその辺の違いもあんのかな。
というふうな感じになっておりますので、ちょっと3万円以下で千葉管楽器お探しであれば、この2本というかね、こっちぜひ鳴らしてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。